どうも、般若かなたです。チッス。さあ、ということでですね、今回は二人旅ということで、すごい方来ていただいております。ありがとうございます。オープニング、この誰か掃除してくれたんですかね。あんまりないですけどね、このオープニングの真横をこんな。ちょっとですね、すごいゲストの方来ていただいてますんで、綺麗にして、招きたいと思います。この方です、どうぞ。よろしくお願いします。すいません。出たー。我が家の杉山です。よろしくお願いします。坪倉ですよ。いや、飲み旅といえば杉山かなと思って。そうですね、杉さんは飲ましちゃダメです。ダメですね。はい、いや、坪倉さんと、はい、今日は二人旅ということで。いや、ちょっと楽しみだね。いや、ちょっとね、言ったら、もう約10年前にね、爆笑レッドシアターという番組で、はい、そうですね、ずっと一緒で。いや、もうあれはカナダさんのおかげで。何おっしゃいますか。カナダさん大スターだったんで、そこにもうちょっとだったってやめてください。まあでもそれも受け入れてますけど。来ます？のロケでしか来たことない。僕もロケではね、それこそ小江戸、そうね、は何度も、だからちょっと違う穴場みたいな、はい、地元の人しか知らないみたいな。確かに、今日もうガチのカメラがあるからとか、はい、あんまやめてください。おう、もう本当にあのプライベートな感じ。おう、なるほど。もう本当に言い合いになるかもしれない。俺とカナダ飲んだその毎回俺が空見酒みたいな。すっごい救急車来てます。ね、こういうのも含めてドキュメンタリーの番組なんで、はいはい、あ、じゃあもうそれゆるくったらあれだけど、普段のような感じで。そうです、はい、こちらで一回待ちましょう。一回待とう。いくらなんでも近い。一応今回はい、こういう予定で、はい、飲み旅のしおり in 埼玉県川越市。おう、1日目、僕がちょっと行きたいスポットがありまして、おう、やっぱ地ビール、はい、で乾杯したいなということで、うん、この小江戸、ブレウェリーブレウェザーレストラン。ちょっと英語がね、ちょっと私苦手なの。ブルーベリー、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 ブルワリー。うわ、ダサじゃ、俺もまだちょっと恥ずかしい。俺だって言い切ってない。クエスチョンついてたじゃん、俺だって。まあとにかくね、ビールでまず乾杯。ビールで乾杯して、おで、自由時間。結構自由時間あるよ。はい。いや、いろいろね、行きたいとこないの、どっか川越で。僕ね、芋好きなんですよ。で、川越芋有名ですよね、おそらく。おで、芋は食べたいな。だ、もうここ芋。ここ、はい、ここ何時間芋行く。はい、もう芋でパンパンにしたいなっていう。で、もう一個行きたいのが、小江戸くらりというところで地酒のね、鏡山っていうのがあるんですよ。あ、なるほど。ちょっと飲んでみたいな。はい、で、10時間やりまして、で、やって泊まって、明日は日本三大羅漢の一つの、知らない、北院の500羅漢っていう、全然興味ないことはないんだけど、はい、そういう神社仏閣とかさ、はい、あんま分かんないの。あ、それはね、体詳しいよね。私好きなんで、これはちょっと行ってみたいなという。オッケー。で、ここで自由時間なんですけど、あの菓子屋横丁って、駄菓子とかってこと。なんかね、そうです、昔のお菓子屋さん。時代的にはその昭和な感じ。おお、カナって何歳。僕37です。あ、もう37か。はい、じゃあそんなにあれか。いやいや、なんかがっかりされちゃった。いや、20代のイメージあるから、カナダって。あ、そうっす。あの時坪さんが50。そんな言ってねえ。あれ、頭皮年齢はね。あ、頭皮年齢は、ね、頭皮年齢は50言ってますけど。絶対映さないでください、後ろから。映していいよ、映していいよ。今日はもう後ろからやめてください。それで家賃払ってんの。いいね。あー、いいですね、景色が。あら、今日は川越。カメラマンさんもこうしなくていいです。最後ね、石ピーの推しスポット、はい、この川越発クラフトジン。ジン、あ、いいやん。そうっす、ジンを生んだ武蔵野蒸留所っていう、これだから自然の中にあるんですよね。ということで、じゃあ最初そのビール、はい、
なんだっけ、小江戸、小江戸行きましょう、とりあえず。あ、ここですね。あ、すごい小江戸。あ、すごい、こう、ね、蒸留所って感じの。すごいね、すごいっすね。あ、待ってる方に、すごい待ってくれてる。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、こちらの、はい、こちらの会社の代表しております。あ、代表、はい、あの朝日と申します。あ、朝日、よろしくお願いします。お願いします、お願いします、はい、このお店はどういうお店になるんですか。こちらは小江戸ブルワリーザ・レストランとして、はい、あの小江戸ビール、クラフトビールのメーカーなんですが、はい、あの川越拠点に活動してます。唯一のレストランでして、ただのレストランというだけじゃなくて、今あのお気づきになったかもしれないですけど、そこなんかタンクとかあります。ありました。いや、気づかなかったです。いや、気づいてたバンバン、いや、すごいな、こんなところにって。あ、本当だ、あるんだ。そう、これなんか本当にあの仕込みができる釜なんですよ。この中で麦をこう煮たりとか、ホップを煮立てたりとかっていうようなことをやって、実際ここでビールを作ってます。ここで作ったやつをそのままいただくと、はい、そうですね、出来たてのまさにここだけしか使えないっていうのもあるので、また機会あったら。いやいやいや、飲みますよ。僕は行きたい場所って言ってるじゃないですか。行きましょうよ。行く、飲む、はい、わー、すごいおしゃれ、広い。わー、広っ。どうぞ。思ったより広い。本当レストランだ、すごいおしゃれな。おすすめどれですか。そうですね、おすすめはやっぱりこのザ・ハウスエール、この店のためだけにお作りしているもので、他ではお飲みいただけない、流通してないものなので。ザ・ハウスエール、じゃあぜひお願いします。 S サイズよろしいですか。はい、2つで、はい、はい、食べ物ちょっと中華なんだ。そうなんです、こちらは中華シェフが中華。あ、いいな、俺中華、日本一ビールが好きなシェフだと思います。日本一、本当ですか。自称だ、自称、自称だから自称でしょ、はい、ちょっとなんかつまやっぱすきっぱらすぎて、まだあの10時ですから朝の10時ですから、ちょっとこの辺がちょっとこうおつまみ系のこの小皿系ですね、うん、四川家庭風よだれ鶏を一ついただいていいですか。はい、あ、ちょっと待って、はい、こっちがいいな。何、蒸し鶏の冷製特製ネギオイルソース。二ついっちゃいます。だからちょっとおすすめだと、もしかしたらこの小松菜シューマイとか。うわ、まあ、ちょっとこうこの辺り小松菜の産地なんですね。あ、そうなんだ。あ、じゃあ小松菜シューマイ、それもおすすめでございます。あ、じゃあとこれにしか、はい、うーん、あれまた色がね、ハウスエールになります。おしゃれ、なんかね、色が本当にビールっぽくない。おしゃれ、大人の旅。じゃあ乾杯。お久しぶりです。お久しぶりです。いただきます。いただきます。うわ、すごい風味がフルーティーですね。本当にフルーティー。ちょっと見た目が合わず、淡いこうレモン色っていうか黄色で、あ、うまい。で、どかをしてないからその透明じゃないんですよね。はあ。で、そこに埼玉は結構柚子の大きな産地がありまして、柚子だ、柚子、ああ言おうと思ったんだよな。柚子を使っていているけど、柚子だ。いや、確かに柚子の風味がものすごい、飲んだ後にわーっと変わってね、うん、で、ホップの苦味はあんまり効かせてないので、そうですね、本当になんかジューシーな感じで、さらっとこういけてしまう。あの、これはでもちょっと全然いけちゃうな。ここだけですか、川越。川越、あの小江戸ブルワリー の、あのレストランっていう構えてるのは日本全国でもここだけになります。すごいな。ちょっとメニュー、え、まだ飲むの？ぜひ。もっと、早っ。いや、だからさっぱりいけちゃうから。いや、だからそれ、まだ10時からだ。もう今日、私2時に喧嘩だぞ、これえ、これハウスエールの次のご主人がおすすめ。そうですね、あのとてもこうマリハナなんかはアルコール度数が 4.5% でちょっと低めなので。マリハナ、そう、ギリギリじゃん、はい、ギリギリでしたね。ギリギリよ。でもマリハナというものはありますもんね、もともとね。そう、ホップの、はい、この花が咲くんですよね、はい、そのことをマリハナって言うんですけれども、はいはい、じゃあそれをいただいていいですか。ちょっと津波来てからするわ、はい、誰と飲んでんの最近。僕はそれこそ先輩で言うと、うん、
ドラッグドラゴン塚井さんとか。ああ塚井さんね、ももクロ仲間だ。そうっす、もう10年以上、うん、であともう千鳥さん2人。ああそう、僕ぐらいの多分芸歴で独身でお酒好きってもうほとんどいないんですよ。で超若手ほど劇場で忙しくないから、うん、だから1週間も毎日違う先輩とかもありますし、そうなんですよ。あでも確かになんか可愛がられる感じあるもんね、カナダね。ありがとうございます。お待たせいたしました。続けてこちらマリハナですね。お待たせしました。マリハナ1個だけですよ。1個だけですか、ごめんなさい。でもせっかく軽い謝り方があるすいません失礼しました、お下げしますじゃん、ごめんなさい。いやそういうフレンドリーなところもいいんですよ。いやいやありがとうございます。飲みます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 ね、ありがとうございます、はい、すいませんね。いやこれはじゃあちょっとマリハナ、あさっきよりちょっと癖ある。あ俺こっちの方が好きかもしれないです、うん、なんかこの香りが強いですね、さっきより。この香りがまさにホップの香り、はい、ホップか。でホップってビールのハーブ、ビールにとってハーブなんですよ、はい、だから香りとあと苦味をくれるので、だからホップ使うとやっぱり苦味が結構しっかり。ぜひちょっとごめんなさい。いやいやいや、違う、待っていただいたんだ。ひどりの冷製になります。うわ来ました。あら国産のひな鶏をあのしっとりに仕上げまして。うわいい、うわおしゃれ。あこれ好きなのよ、国産生姜たっぷりのネギソースで。ビール好きなんですよ、日本ビール大好きです。一番この中で一番美味しいのは何ですか。僕はキャラです。えキャラ、キャラっていうビールですか。キャラっていうビール、キャラ。これと生牡蠣は最高に合います。うわー生牡蠣食べれないんですよ。あ食べれないですか、はい、でもそれは興味湧いてきた。じゃあ次それにしようかな、はい、すごい飲みじゃん。でもこれいやえすごい、いや飲みたび舐めてますね。飲みたびしてもさ、それ徐々に飲んで。いや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 、もう全力全身全開でいくんですか。声出てんな。そうですよ、ズグダンズンブンぐらい出てるじゃん。そうですよ。うまこれ好きなのよ、ネギの。うまっ信じられないぐらいうまい。これはやばい。このやっぱネギのソースがいいんだよね。うわ、来ました、川越さんの小松菜を使ったシューマイになります。うわー、すごい、おいしそう。耐えた。うまっ坪さん、とんでもないレベルです。めちゃくちゃうまい。歯ごたえがすごいよね、この小松菜のこのザクザク感もいいですし、うん、味しっかりしてますけど、このなんて言うんでしょう、この汁でマイルドになってるのがすごい。なんかね、小松菜すげえうまいって思ったの初めてかもしれない、うん、うわ、来た。うわ、すごい。だから僕頼んでない。飲み旅なんで。飲み旅なんで。僕頼んでないんですよ、まだこれあるんですよ、うん、マリハナまだあるんですよ、僕の中に。うわすごい、もうプリプリです。これを一口ビールを飲んで食べ。うわこれはいいじゃん。うわ俺もう牡蠣大好きなんで。ちょっと口を潤していただいて、うん、牡蠣をつるんと。うまそこでビールを飲むと。うまっ。最高。牡蠣の何ですか、この風味と、うん、このビール合う。めちゃくちゃ合います。また違うんだこれ。一口いただこう。うまー、美味しいです。あまた全然違いますね。また違いますよね、またよりフルーティー、うん、苦味はあんまないですねこれはね。あ確かにこれ美味しい。うまちょっとビール多いな。いや俺飲みますよ、うん、ちょっと一口飲んじゃったけど、うん、川越恐るべしですね。ねえご飯も本当あのシェフすごいな。まだ1軒目なんですよ。俺ちょっと今日川越が怖いんですよ。怖いな。もう1軒目でこんだけ飲んで美味しいご飯食べて。いや進んじゃうよね、こんぐらいちょうどいい量で。いやそうなんです、もう自由時間でいいですか。あだってこの後どの道自由時間だから。そうね、小江戸っていう理由が分かったっていうか、うん、このタイムスリップした感覚になりますよ、ね、大丈夫ですか。ちょっとこれ向こう景色見て。がっつり芋だね。うまっ。